い、どうも、だいちゃんです。今回は、はい、こちらの縁起物の飾りの鯛を作りたいと思います。このようにね、逆さにこういう風に斜めに、こちらもね反対向きにして、こういう風に飾るたりします。今回も始めましょう。はい、本当ならね、この 7.5 センチで折ることをおすすめします。その時にこちら、8ミリの白い丸シールと5ミリの丸シールを使うんですけど、まあ、今回はねこちら15センチで折るので、まあ、今回は16ミリの丸シール白と8ミリの丸シールをちょっと使わせてもらいます。あとはホワイトマーカーと黒ペンと、このようにちょっと今回ね金のマーカーを使わせてもらいます。8ミリの丸シール1枚黒く塗りつぶします。乾いたらこのホワイトマーカーでこのように光沢を入れます。はい、では折ります。はい、色を下にしてこちらのこの向きにして三角に半分に折ります。ではこのまま半分にして下だけ折り目をつけます。次、上の角を先ほどつけた折り目に合わせます。で、合わせたらこのように折ります。裏返して同じように折ります。はい、では一回開きます。はい、下のこの折り筋をこのようにつまみ持ちます。そしたらここが縁になるので、ここの縁とこの真ん中のこの折り筋を合わせるようにこのように寄せて折ります。で、ここをねちょっと一回開いてここをしっかり折ります。では回転させて同じように折ります。次、この上の角をこの下に向けて折るんですけど、折るときにね裏向けたらちょっとここが少しはみ出るように折ります。はい、ではちょっとこちらの向きにして、このちょっとバッテンに見えるこの部分をこのように折ります。で、開いてこちらも折ります。そしたら今折った折り筋をこのように同時に一回折るんです。折ったらこのようにこういう風になるので角ができます。で、角ができたらこのようにパタンパタンとまた倒してもらって、指で開いて潰し折ります。次、こちら一回めくります。このねペラペラ部分めくって、ここの縁と真ん中の折り筋を合わせて折ります。折ったらこちら側に一回戻します。次、またこちらをこちら向きに折って、この縁と真ん中の折り筋を合わせて折ります。折ったら戻します。そうしましたら、この今折った部分を少しこのように下へこういう風にずらします。ずらして、もう今折ったところはちょっと無視して、ちょっとねずれちゃうんですけど、このままこういう風にずらして折ります。そうしましたら、今度はこちらの下のこの角を上に少しね、この真ん中よりこのね縁より少し上になるように合わせて折ってから、この部分をこちら側に
差し込みます。そうしたらね、これがね動かないので、はい、次はこちらの角をここに合わせて折ります。はい、次この縁をこちらの角に合わせて折ります。はい、次こちらがだいたい1センチ、下がね、下がだいたい1センチ、こちらが5ミリぐらい、このライン上でちょっとこういうふうに折ります。7.5 センチで折る場合、ここが5ミリ、ここが2、3ミリほどで、このライン上でこのように折ってください。こういう感じになります。次、ここ、ここの縁をここの真ん中に合わせて折ります。次はここがこういうふうに、ここを支点にこう斜めに折り筋をつけます。この時にね、こういうふうにここをつまんでつけていくと、ここが浮いてくるんで、浮いた部分をこのように潰し折ります。でこちらも同じようにこちらの斜めにこのように折っていって、ここが浮くんで、ここは潰し折ります。はい、こちら向けます。そうしましたら、ここがここの角の部分を少しこのように折ります。でこちらもこの角も少し折ります。こういう感じでね。でここもね、この部分をここへ、裏側へ斜めにこういうふうに折ります。次はここ、こういう感じで山形につまんで折るんですけど、こちらがなるべくこちらが短くで、こちらが長めにこういうふうにつまんで折ります。こちらでこれで形は完成です。ではこの16ミリの白のシールにこれを貼ります。でこの辺りに、この下の方にね、あります。逆さになってるんでね、こういう感じで飾るので。でこのゴールドのマーカーを使ってこのように模様を描きます。はい、できました。ではこちらとね、反対向きの飾りを作りたい場合は、先ほどこのはみ出た部分上にしたんですけど、今度は下にします。こういう感じで下にします。であとは先ほどと同じようにちょっと折っていきますね。途中まで、はい、今度はこちらへ、上へずらします。これは上へずらして、こちらを折って中へ差し込みます。
はい、ではこういう風に折っていきますね。またもう一回次はこの上が1センチ下が5ミリこのライン上でこのように折ります。こういう感じに折り目がつきます。ただね、裏向けたらこういう感じでもうすでにこう反対になってますね。そしたらまたここを折ります。こんな感じで反対向きも折れました。はい、これでねこういう飾りもできます。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。